ている東京トイレットのプロジェクトです。でこのプロジェクトはですね、いろんなデザイナーの方たちとか、建築家の有名な建築家の方たちが、手掛けているあのトイレットプロジェクトになっております。でその一つとしてはこちらの安藤忠雄さんが、設計していた雨宿りのトイレがあります。でぜひ皆さんもそのトイレに遊びに来て見てください。今回は、代々木公園の近くにある、公共トイレの前にいます。でこれは、建築家の設計者である、バンシゲルさんが設計したトイレになっています。不透明なトイレなんですけれども、鍵をかけると不透明なので、ぜひ皆さんもその鍵をかける体験をしてみてください。恵比寿駅の近くにあるんですけれども、でその近くに、子どもの、公園があって、でそこになんかタコ の遊具があるんですけども、それに対して、イカなんですけども、イカっていうイメージをしていたトイレになっています。面白いのでぜひ見てください。線路沿いにある公共トイレがあります。でこのトイレはめっちゃ明るいなんですけれども、プロダクトデザイナーの田村直さんという方が設計した公共トイレになっております。すごい狭い敷地の中に三角形のような形になっているトイレなので、面白いなのでぜひ皆さんも来てください。
同じく恵比寿駅の近くにあるんですけれども、ここは、インテリアデザイナーの片山正道さんが、設計した、トイレになっております。でこのトイレがすごい面白くって、この一瞬木材なのかなって思ったら、近くで見ると実はコンクリートで建てられています。本当にすごい、照明もすごいいい感じになっているので、ぜひ皆さんもこのディテールを見ながら来てください。はい、以上東京トイレプロジェクトの見学でした。もちろんこれ以外のトイレもいっぱいあります。ホームページの中に、東京トイレプロジェクトのホームページの中にいろんなトイレがあります。もちろん、私がまだ行ってないところもいっぱいあるんですけれども、皆さんもぜひ行ってください。そして、東京トイレプロジェクトの中にもまだ建設中のトイレがあります。で出来上がるのは、来年の夏ぐらいになりますので、ぜひ来年の夏も皆さんも来てください、見てください。ではまた。